わざわざね、遠くの方からこの拓陽さん の、 陸上のイベントに、来ていただいた。はい、ナイン栃木 TC と申します。下野市、宇都宮市を拠点として栃木県内全体から、練習生来てます。陸上競技興味ある方はホームページ検索して練習に参加してください。お待ちしております。よろしくお願いします。じゃあ今日ミニ駅伝ということで 3.4 キロ6回走ってもらいます。その前に今日 YouTuber のサムジョーさんが来てくれてるんでちょっとお話しいただきます。サムジョー、じゃあこの後チームと男子の主体にこうチーム分かれてもらってここにうまく均等に入るような形にお願いします。はい、はい、はい。どうでした、見た感じのイメージは。早そうです。早そう、どの辺が早そうどの辺が早そうどの辺が早そうなのよ。やっぱりなんかオーラが違います。オーラあるね確かに。駅伝優勝して女子全員で宮古寺に出場することです。男子と一緒に宮古寺に出場することです。那須岳陽高校男子長距離のキャプテンをやってます菊池亮です。よろしくお願いします。なんかこの感じって結構ほらね、元野球部。あ、そうです。で、ほらやっぱりやっぱりだ入ってる。野球部のりが入ってるよやっぱり。まず高校では栃木県駅伝を5連覇することで、僕大学でも競技をやるんで箱根駅伝に出場することが目標です。頑張ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。やっぱり野球だった。野球部だね、野球部乗りだね。やっぱりだってそうだもん。全国駅伝で20倍以内を取ることです。自己ベスト 5000m 14分30ぐらいを目指して走りたいと思います。チームとしては優勝を目指したいと思います。 5000m では14分10秒ぐらいには行きたいと思ってます。考えながら走ってたりとか、もうラスト考えないとか、結構頭使ってたんで、やりきった感あります。ラスキリレー、頑張れ。きつかったですけど、楽しかったです。楽しかった。 5000m で咲いて、15分台を3年間のうちに出したいです。はい、結構きついです。きつい。宮古寺で出て、学校石川の荒川コースケを倒すことです。辛いところを粘る、自分に勝つっていう気持ちで今年こそ必ず出走して恩返しします。一つみんなが大きく目標にするところが箱根駅伝っていうのがあるんで、高校の陸上っていうのはそこに目指してその大学に行くことを目標にっていうところで明確な目標があるんで、高校生の陸上競技長距離においてはすごくそういう経験ができる貴重なスポーツだと思うので、めぐりにとって走るっていうのは一言になる、自分との戦い。2キロぐらいまでは5分40ぐらいで通過したんですけど、そこから上りがすごくてそこで一気にペースダウンしましたけど、ラスト100、400で思いっきり切り替えて なんとか1番でつなげました。その走り終わったばっかりなのに、その笑顔が素敵で、いや、なんか僕、きついのが楽しいんですよ。ちょっと待って、名言出た。きついのが楽しい。きつくないと、ちょっと、物足りない感じがあるんで、なんか距離増やそうと思って、練習量とか増やしてったら、だんだんきついのが楽しくなっていっちゃって、きついと笑顔になっちゃう。あ、そうです。きついの楽しい。
査練習の準備、あとこういう合宿の時は選手より30分前には必ず来て準備を始めたりしたりして、選手分かってる。マネージャーはね、30分前から動いてんだからね。全部選手がきっちりと活動できるような準備をマネージャーたちがしていくわけだ、前もって、はい、とか準備が結構多いので行動を素早くしたりしないといけないなということで意識はしてます。自分だけは頑張ってるんじゃないぞと、ちゃんと周りのマネージャーにしっかり支えられてるんだと。マネージャーの仕事って何？やっぱり選手の頑張ってる姿はすごい素敵だし、なんか準備とかした時にありがとうとか、お疲れ様とか声かけてくれて、それがやっぱり響いてます。なんか部にやっぱマネージャーがいるっていうのはいいよね。いいですね。すごい憧れる。うらやましい。じゃあマネージャーには頑張ってください。ありがとうございます。